オスルアーロック用接続口を持つシリンジとメスルアーロック用接続口を持つ針。ルアーテーパーを利用した注射器。筒がオスルアースリップ、針がメスルアーとなっている。ルアーテーパーは標準化された小スケールの流体接続具のシステムである。医療及び実験機器においてオステーパー接続口と体となるメスブイトの間で 漏れのない接続を作るために使われる。標準と検査方法は ISO8369 で規定されている。接続口は直径約 4mm の円形で6、100のテーパーを持つ。形状やメーカーによってルアーアダプター、ルアーロック、ルアーコネクター、ルアーフィットなど様々な呼び方がされる。ルアーテーパーはカール・シュナイダーによって発明され、 19世紀のドイツの医療機器職人、ヘルマン・ビュルフィング・ルアーにちなんで命名された。もともとはガラス便線のための6%テーパーフィッティングとして誕生した。ルアーテーパーにはより引っ張りに強いロックとより単純なスリップの2種類が存在ある。これらの商標は非戦場イメイト紛らわしいほど酷似している。ルアーロックとルアースリップは ベクトン・ディッキンソン社の登録商標である。ルアーロック型コネクタは一般的にはルアーロックと呼ばれ、ルアースリップ型コネクタは一般にスリップチップと呼ばれる。ルアーロックフィッティングはフェアリーエス・ディッキンソンによってアメリカ合衆国で開発された。ルアーロック型コネクタはワンピースルアーロックとツーピースルアーロックの2種類に分けられる。 ワンピースルアーロックは一つの型で作られ、締め付けはルアーコネクタ全体を回転することによって達成される。ツーピースルアーロックでは自由に回転するカラーとネジ山を組み立ててルアーとし、締め付けはカラーを回転させることによって達成される。スリップチップフィッティングは単純にルアーテーパーの寸法に準拠しており、互いに押し付けることで接続され。 摩擦によって保持される。部品は金属製、またはプラスチック製で世界中の多くの企業から入手可能である。一例として、厚生労働省審査管理課関連通知、滅菌済み輸血セット基準等についてから、滅菌済み注射等基準図及び、滅菌済み注射針、基準図、1998年12月11日。 iso 八万三百六十九から七二千十六スモールボレーコネクターズフォーリクイズガスインヘルスケアアプリケーションズパート7。コネクターズフォーインタレバスキュラーはヒポデルミックアプリケーションズ2021年2月12日閲覧ザライフアンドです。オブザルワーマディメディカルデバイスダイアグノスティックインダストリーニュースプロダクツサプライヤーズ。 mddionline.com 2017年3月6日閲覧ラビン AA ルアースリップウィズエーローテーティングロックジェイラボクランメッド 39S168 プミド14889106ありがとうございます